あなたのおかげで私はリンクの役に立てる。あの人がハイラル城で厄災ガノンと戦うとき、助けてあげて。あなたの一撃でできるだけガノンの力を削って、それがリンクにしてあげられる最後の助けだから。ガノンを封印できたらハイラルに平和が戻る。あなたと私も役目を終えられる。お父様、お元気かしら。私、わがままばっかりでいっぱい心配かけて。できればもう一度会いたかったな。英傑ミファーの祈り。英傑ミファーの祈りが宿った過去の力。力尽きた時に自動的にハート全開で復活できる。一時的にハートが限界を超えて増える効果もある。激闘の末、朝早くにミファーの魂と出会えたってことも、もうなんたる清々しさか。おお、リンク、よくぞ戻った。待っておったぜよ。あれほど猛威を振るった豪雨が嘘のように止み、この里の危機は消え去ったぞよ。ハイラルの大地が水没する心配はもうなくなったぞよ。そなたが水の真珠を沈めてくれたおかげで、このゾーラの里は救われた。期待以上の働きをしてくれたそなたに、民を代表して心から感謝の意を示したいぞよ。リンク、お前に辛く当たってすまんかったぞら。じいちゃん、お前もミファー様のことを考えてくれていたのぞらな。元老院の面々もひれをたたんで感謝しておるぞら。わしら老人の多くはハイリア人を誤解していたのかもしれぬ。無事のいい話だが、もし許してくれるならば、こんなに嬉しいことはないぞら。リンク、そなたには礼を渡さねばならぬぞよ。さあ、あの宝箱の中のものを受け取ってくれ。あれはミファーがずっと愛用していた形見のようなものぞよ。有効な証としてそなたに持っていてほしい。そしてどうかいつまでも大切に。そういえばリンク、そなたは大魔の剣を持っておらぬが、かつての記憶とともに大魔の剣もなくしたぞよか。大魔の剣、やはり忘れておったかぞよ。あれは英傑のリーダーであるそなたにしか扱えぬ剣。きっとこのハイラルのどこかで主が来るのを待っているに違いないぞよ。リンク、今回のそなたの働きにはゾーラ一同心から感謝するぞよ。そしてシド、お前がリンクと共に神獣と戦ったこと、父親として誇りに思うぞよ。知らぬ間にそんなにたくましくなりよって、もうわしの跡取りとして申し分ないぞよ。父上。豪雨もやみ、神獣も戻った。なんとめでたいぞよ。ジャブ。リンク、最高だぞ。リンク、本当にありがとう。君には感謝してもしきれないぞ。壊滅する運命だった我らが里を君は救ってくれた。さあ、最上級の感謝を送るぞ。ぞ、最高だぞ。水の真珠バルッタコンプリート、やりました。宝箱の、
待て、これ宝箱を開けるってなるでしょ。どこがしかポーチがいっぱいだとか、そんな無礼を働くではないよ。多分武器なんじゃないか。いや、一枠はあるね。盾かもしれない、弓かもしれない。さあ開けてみよう。中身とは、降臨の槍。エーゲス・ミファーが愛用していた優美な瞑想。治癒を得意とするミファーだったが、槍の扱いも一流だったと言われている。あっ、なんと凛々しい。王子、受け取ったよ、姉さんの形見。ああ、リンク、ありがとう。元老院の爺様方の反対を押し切ってでも、ハイリア人の君に里を救うのを手伝ってもらったこと、本当に良かったと思っているぞ。雨が降り続けて魔物の増えた里までの道中を来てくれたこと、ルッタの攻撃をかいくぐって電気の矢で装置を起動させてくれたこと、ルッタを取り戻してミファ姉さんの無念を晴らしてくれたこと。リンク、君には感謝してもしきれないぞ。こんな強引な俺に最後までついてきてくれて本当にありがとう。君がいなければ今のゾーラの里はなかった。これからも何かあったらこの里に立ち寄ってくれ。俺たちはいつでも君の手助けをするぞ。ああ、最高だぞ。リンク、君は最高のハイリア人、そして最高の俺の友達だ。指導王子、ちょっと泣かせないで。なあ、石工のおっさん。ああ、兄さんだった。これはこれはハイリアの。ルッタを沈めてくださり、感謝の念に耐えません。ですが、我らがゾーラの里はルッタの被害がまだ残っておりまして、なので兄弟子、風紀と共に、風紀、里を修繕しておるのですが、材料が底をつきそうでして、材料、修繕には大量の、出た、夜光石が必要なのであります。この辺りだと、ゾラ大地でよく取れるのですが、あなたひょっとして旅先ですでに夜光石を手に入れてはないですか?4、5個ならあるが、とりあえず10個、ほら、10個とか2桁とかって言われるとない。取りに行かなきゃ。お、夜光石収集ミニチャレンジ。こいつをクリアしてゾーラの里の手向けとするか。ひとまず今何個あるか確認。多分ね、4つか5つぐらいだと思うんだけどな。これだ、5個、残り半分か。あ、そうだ、忘れてや、ママ、母さんはどこだったかな。母さんは下か、下だな。よし、わかった。あ、違う、上か。あ、上だね。ライネルさんの写真はすでにさ、あそこの場で撮っ、ほら、ライネルさんいる。この、すっごい強い肩してそうなライネルさんは、すでに、冬場の山のすぐそばで撮ってました。ですので、母ちゃんも納得してくれるはずだと思う。こんにちは。リンクさん。ライネルの姿、これどうぞ。お、それでは早速。全身くまなく映ってるぜ。どうです？ひゃあ、ああ、変な声が。失礼しました。大丈夫です。これがライネル。なんとも恐ろしい。これを見たら雷獣山に行こうだなんて無謀な考えは起きませんね。ありがとうございます。この恐怖を里の若者に伝えていこうと思います。そうだ、お礼を。いや、そんな。ゾーラ、マジで？ゾーラのスネアテ？このゾーラのスネアテは大昔のゾーラ王が当時の職人に作らせたのが広まったものです。東の貯水湖はハイリア人とゾーラ族が協力して建造した施設なのはご存知でしょうか？そう、石工の奴らがね。その東の貯水湖の完成後、有効の証として里を訪れるハイリア人用にと作り始めたのです。しかしここを訪れるハイリア人は年々減少し、ついに父の防具屋は閉店してしまいました。ああ、その防具屋が閉店するときに倉庫で眠っていた最後の一つが今お渡ししたものなのです。そんな大事なものを、これを履けばハイリア人でも私たちゾーラ族のようにスイスイ泳げるそうですよ。私が持っていても宝の持ち腐れですし、ハイリア人のあなたが使ってこそ役立つはず。どうか大事に使ってくださいね。母さん、ありがとう。強さも100年前とお変わりないゾラね。そうか、100年前も僕たちは強かったのか。え、ちょっと待って、ここ東の貯水湖、あ、幸せの青い鳥、東の貯水湖なんですが、
ここ階段登るのって僕史上初かもしれん、もしかしたら。え？マジで？このハイラルの台地に降り立ってから、この階段登るの初めてかもしれん。すごくワクワクする。のどかなところだ。うわ！うわー綺麗！東の貯水湖。あれ？これってさ、あ、王子のところの、そうだ！待合場所だったんだ。あれ？ベッドもあるぜ！このベッドもあんの？最高だぞ！ちょっと待って、宝箱もありましたから。え？なんかワインもあった！あ、リク。男前。これ。あれ、スピリタスよ。騎士の盾、強っ！せっかくだし、朝まで寝るか。